ちゃんとバイクで爆走しているように見えますね。プリミティアプレイヤーエイルです。今回はバイクを作って乗ってみます。うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまず材料に使う古代のドローンの調達からですね。古代のドローンは拠点から離れたところに工場があるので、そこからドローンを作る装置、いわゆるスポナーを運んできます。運び方はドローン工場に侵入した後、 スポナーの横に、ベアリングを4つつけます。そして、長い木を上につけて引っ張り、ベアリングをつけた方向に倒します。あとは、倒すのに使った木を壊せば。はい。これでスポナーを引っ張って運べるようになりました。ついでに、上にドローンを貼り付けて、少し軽くしてます。工場の外に運び出しましょう。 よし無事運び出せましたでもこのままでは、段差を降りた時に、ベアリングが壊れてしまうので補強しておきます。長い木の棒を使って一旦立て、ベアリングを8つに増やしました。軽くするためのドローンも、4つつけてます。あとはもう一度ベアリングの方向に倒して、木の棒を持ったまま、慎重に段差を降りれば、ほら、壊れることなく、簡単に降りられます。 あとは、自分の拠点に運んでいくだけですね。今回は運がいいことに、ほとんど段差を超えることなく運べました。しかし、最後に超えなければいけない段差があります。ここは、長い木の板を4枚使って坂道を作り、木の棒を持ったまま押し込めば、はい、このように段差を超えて進むことができます。これを利用すれば、どんなに遠くにドローン工場があっても、拠点の近くに運べちゃいますね。 あとは自動的にドローンを倒すトラップを作ったりして、効率よく素材を集めましょう。今回は木で作ってしまいましたが、レーザーで壊れてしまうので、鉄の板で作った方が良さそうです。いろいろ試している間に、ベアリングが大量に集まったので、バイクに使えそうなチェーンを作ってみましょう。ちなみにベアリングは、軸の部分と丸い部分をくっつけることはできません。 軸同士でくっつけたり、丸い部分同士でくっつけたりはできます。なので、軸と丸い部分をくっつけるには、こうやって間に何かを挟む必要があります。チェーンもこの方法で作れそうですね。では、木とベアリングを組み合わせて、チェーンを作っていきます。作ってて気づいたんですが、結構大きくて重たいです。こうやって振り回すことはできますが、バイクには使えそうにないんですね。攻撃に使えないか 試してみましょう。鉄の刃をつけて、こうやって振れば、無知のようにしなって、ダメージを与えることができます。ですが、刃の与える角度は垂直にならず、ずれてしまうので、思ったほどダメージは出ませんでした。しばらく遊んでいると、声が壊れてしまったので、木の棒をつけて、分着にしてみました。あちゃー,ー、それっぽい動きをしています。 ですが、引っかかって壊れてしまいました。それではそろそろ、バイクを作っていきましょう。全員は使えそうにないので、対応をそのまま動力にする方法で作っていきます。ドローンを方向を揃えて放射状に8つ、このようにつなげていきます。そうすると、ほらドローンの力で転がっていきます。でもこのままだと、ガタガタして転がりにくいので、奥縁をつけて、なるだけ円に近くなるように調整すると、 はい。タイヤの完成です。ほら、スムーズに転がりますね。では、このタイヤを固定して、バイクの本体の部分を作っていきます。タイヤの両端にベアリングをつけて、支えるように部品をつけていき、前にも、ちゃんとハンドルが切れるように、本物のバイクと同じような形で、部品を追加していきます。前のタイヤに動力はいらないので、木を組み合わせて作ったものを、ベアリングを挟んで取り付けました。よし。 できました。バイクの完成です。早速走らせてみましょう。ここは地面が散らかっているので、広い場所に運びます。乗る部分は、私が落ちないように、箱のような形状にしてみました。倒した状態からジャンプして乗り込み、ハンドルを持ってバランスを取ると、ほおー乗ることができました。後ろのタイヤが回転していないのが気になりますが、ちゃんとバランスを取りながら移動することができます。 曲がるときはタイヤが滑って、ドリフトみたいになってますね。前輪を持ち上げることで、フィリ,リーすることもできました。そして戻ってくる途中、西にタイヤが当たって、タイヤの中のドローン一つと、ベアリングの片側が壊れました。すると、これが良かったのか。動きに合わせて、リアタイヤが回転するようになりました。ベアリングは片側で支えた方が、 抵抗がなくて動きやすいみたいです。これなら、ちゃんとバイクで爆走しているように見えますね。しばらく乗り回してみましょう。そんなにスピードは速くありませんが、ちゃんとバイクで移動してる感があって楽しいです。ハンドルもちゃんと切れるので、うまく操作すれば、カーブすることもできます。操作を失敗したらこけるところが、本物みたいに緊張感があって面白いです。 壊れてしまったので、フロントフォークが長い、アメリカンタイプに変えてみました。こんな形でも、ちゃんと乗れているのがすごいですね。その後も壊れたら直しながら、たくさん走りました。ちなみに、私の視点だとこんな感じです。視点が高くなって、ちゃんと乗り物に乗ってる感じが出てますね。木の棒が落ちていても、乗り越えて進むことができます。 おっと、木を避けようとしてこけてしまいました。試しにバランスを取ろうと、ハンドルにドローンをつけてみると、おー、マイクが勝手に進んでいきます。もっとちゃんと映したかったのですが、こんな動きをしてくれたのは、 これが最後でした。ドローンを追加したり、形をいじってみたりしましたが、なかなかバイクが自分で進んでくれません。しょうがないので、極限までシンプル化してみました。ほら、これならちゃんと自分で進んでくれてます。全然かっこよくないですが、なんだかカタツムリみたいでかわいいですね。段差で焦げてしまったので、草を集めてきて、火をつけてみましょう。よし、火がつきました。このまま走らせてみます。 おー、燃えたまま走っています。かっこよくなりましたね。そのまま燃えるバイクを追いかけていると、なんと同じところをぐるぐる周回し始めました。いい感じですね。ですが、部品が燃え尽きて、倒れてしまいます。タイヤ以外の部品が燃えると、その場でくるくる回り出しましたね。しばらく眺めていると、木の部品が全部燃えてしまったので、ドローンを解放してあげましょう。 うん元気に逃げていきますね。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またねーるー。